熱トヨタ愛媛。皆さんこんにちは、愛媛 FC 4番池田ジュラトです。今日はラブ4のアドベンチャーを紹介していきたいと思います。まずラブ4といえば見た目が一番の特徴だと思うんですけど、はい、ご感想いかがですか？いや、かっこいいですよね。やっぱ今流行りの SUV にしかもこれパーツいっぱいついてるんですよね。この実は今日スペシャルバージョンでオプションがついております。いや、このオプション付きでやっぱがっつりしててかっこいいなと思いますね。はい、SUV 似合いますね。あ、ほんまですか。やっぱ僕身長あるんでちょっと SUV 普段も乗ってるんですけど、やっぱラブフォームかっこいいなと思いますね。はい、小暮選手が以前紹介いただいたんですけど、はい、ラブフォー今回はちょっとバージョンが違うということで、はい、アドベンチャーバージョン、よりなんか男らしさが出てるかなと思います。ワイルドな顔です、ね、はい、ワイルドかなと思います。そしたら後ろの方もちょっと、はい、え、横は大丈夫ですか、これ。まず後ろ見てみましょうか。ああ、後ろから。後ろの、どうですか。後ろ、ちょっと分からんけど、かっこいいですね、これとか。TRD、書いてあるんで。はい、オプション書いてあるんで。スペシャルバージョンになってます。え、これ開けていいですか。お願いします。え、あ、手動ね。あ、広いですね、やっぱ。これ。キャンプとか行きたくなる大きさの、はい、大容量ですね大容量ですね池田選手も入れそうですね。池田選手入れるですね。入らなんですけどあ、これ物いっぱい詰めるんでちょっとお出かけしたくなりますね。遊びに行きたくなる。筋トレ用具、これダンベルとか何個置けるんだっていうぐらいのほんまに懸垂、ここで懸垂とかできる？いや、それはさすがにできないんで、懸垂しに行きたくなっちゃいますね、これ。懸垂に行きたくなる車ですね、これ。池田選手流の最大級の感じが出ました。はい、ありがとうございます。横を見てみましょうか。横、はい。あ、一回閉めます。はい、横っ面。あ、横もいいですね。え、なんか泥除けとかついてるんですね、これ。こちらもスペシャルバージョン。スペシャルバージョン。ホイールも多分違うし。いや、かっこいいですね。このロマンが詰まってますね。こんなステップとかあるんですね。あとこれ、なんか何を積むんやろ。キャンプ用具でも積むのか。このままもうその遊びに行けちゃう。遊びに行けますね、これ。いや、そしたら運転席行ってみますか。はい、かっこいいな、やっぱ。さあ、日本全国のジュラートファンの皆さん、これが助手席から見る暑いジュラート選手の顔です。エンジンつけましょうか。あ、エンジンつけますね。え、エンジンどこやろう。あ、ここか。あ、いいですね。ちょっとシートベルトも締めてみますね。はい。あ、座り心地最高ですね、これ。しかも見やすいです。めちゃめちゃ。とても大きいですね。はい。しかも、しやすさも兼ね備えていると。はい、しかもなんか物置くとこいっぱいあって、いいですね、めちゃめちゃ。ETC カードが挿入されていません。室内の収納も充実しております。あ、ちゃんと広いですね。多分、広くなっております。シート座り心地どうですか？シート座り心地めちゃめちゃいいです。僕身長186あるんですけど、うん、もう高さもバッチリですね。本当ですね。はい。後ろの座席も広くて、え、後ろもめちゃめちゃ広いですね。十分ですね。はい。これは、いや、思った以上にいいな。ウインカーとかつけちゃおう。気づいた方いらっしゃるでしょうか。今日池田選手の帽子はゴーモリで、もちろんゴーモリですさすがの絆を。ゴーモリキャップ仲いいんで、僕ゴー君と二人ドライブしたいですね、これゴー君と。いいですね。はい、音楽流しながら、はい、そ
そんな素晴らしいラブホールに乗りながら池田選手、ちょっと池田選手の人となりも、はい、質問させていただきたいんですけども、普段休日ってちょっと今コロナ禍ですけど、どういった過ごし方をされていらっしゃいますか？休日、一回これシートベルト外しますね、はい、休日は僕はほんまに筋トレしか、筋トレというかトレーニングしかしてないですね。あ、休日に逆にもう、そうですね、されてるんですか？はい、そこで差をつけようかなと思って、休日こそみんなが休んでる間にちょっとトレーニングして少しでも強くなろうかなっていう思ってます。姫路屈指の筋トレマニアと懸垂ばっかしてるんですけど、そんな感じですね。まあでもたまにはリフレッシュしたいなって思ってるんで、ちょっと一緒に行ってくれる方募集してますなるほど、はい。愛媛もこちら過ごされてだいぶ、過ごされてると思うんですけど、なんかおすすめスポットとかありますか？おすすめスポットか、ドライブ行ったりですとか。ドライブ、あ、でもやっぱ海が近いんでいいですよね。海に行くのはなんか入らなくても海に行くだけでちょっと気分も上がるというかのあるんで、海かな、おすすめは。海岸沿いをドライブして、はい、いいですね。なんかおすすめですね。キラ選手、この車で、このラブホーで、はい、どこかお出かけするとしたら、愛媛 FC の誰とどこへ行ってみたいですか？やっぱラブホーやったら、吉田真希人選手ですかね。吉田真希人選手。吉田真希人選手ですね。あの人、キャンプめちゃめちゃ行くらしいんですよ、噂では。うん、ちょっと真希人君にキャンプの知識を教えてもらいながら、この車でちょっとキャンプ行ってみたいなと思いますね。はい。吉田選手からキャンプの指南を受けると。はい。楽しみですね。愛媛もキャンプ場いっぱいあるんで。そうですね。はい。そういう楽しみ方もできる車になっています。はい。もう一つサッカーの部分でちょっとお聞きしたいんですけども、はい、今年池田選手、はい、素晴らしい飛躍を遂げている選手の一人だと。いえいえ、とんでもないです、はい、今までのシーズンと比べて今年何か変えた部分、あるいはすごくいつも以上に意識している部分って何かあったりしますか？いやー、別にそれはないですね。別に試合でも出てない時間も多かったんですけど、そういう時でもずっと継続してやってきたのはあるんで、まあ継続してやってればチャンスが来るかなっていう感じだったんで、まあまだまだシーズンまだあるんで、最後試合出てチーム助けれるように頑張りたいなと思います。なるほど。何かを変えたわけじゃなくて、今までの継続が今年一つ花を開きつつあるという。そうです ね、1年目からの積み重ねはできてるかなとは思います。ありがとうございます。シーズンが残りと少しとなってまいりましたが、はい、残りの試合に向けての意気込みをサポーターの皆様にお伝えいただけますでしょうか？これカメラ目線の方がいいですか？残りか、まあ、今年は厳しいシーズンですけど恥ずかしいな、なんかこれ最後笑って終われるように、まあ、残留っていう目標をみんなで達成できるようにチーム全員で、まあ、個人としてはもっと努力してやっていきたいと思います。また任差で待ってます。ありがとうございます。背番号4番の位置での輝きにぜひ注目してください。そしたら最後に、はい、今回ご教育いただいておりますネッツトヨタ愛媛様のご紹介をお願いいたします。ネッツトヨタ愛媛さん、ぜひ行ってみてください。このラブ4もそうやし、他の車もいっぱいあるんで、ぜひ休みの日でも行って楽しんでください。よろしくお願いします。ありがとうございます大丈夫ですか？はい、いけます。ラブフォーご紹介いただきました、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ネッツトヨタ愛媛。